さあ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて、心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよ、ドスケベ。はい、はい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな？今度機会があったら、一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、ヴァルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが、何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教が、セシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では、戦いはまだ無理よ。あと30分で、セシリアがシベリアに到着する。その前に、第二律者を探し出し、殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ。俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力なら、さっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと。これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソば、じゃなかった。ジークフリート。ジークフリートかすらな。覚悟はできた？早く第二律者を倒さないと。じゃないと。キアナ？何言ってるの？セシリア様のことが心配なの。体調が悪いのに戦場に行かなきゃいけないだなんて。セシリアのことが心配なのね。安心なさい。私もジークフリートの野郎も全力を尽くすわ。あの野郎は適当にやってるように見えるけど、内心ものすごく焦っているわ。あの野郎にとってセシリアは最愛の妻だからね。キアナ、どうしてあの野郎が私と一緒に行動するように言ったと思う？どうして？それはね、あの野郎が第二律者を見つけ次第、天下制裁を使うことを決めたからよ。天下制裁？天下制裁を使えば、すべてが火の海に飲み込まれる。たとえ使用者であっても、無事では済まないわ。だから私と来させたのよ。あのクソパパ。